大谷27号逆転本塁打、歴史的ホームランペースにレジェンド驚愕、どれだけ打てば気が済むんだ。ドジャースの大谷翔平選手が日本時間3日本拠地ダイヤモンドバックス戦に1番 DH で先発出場、第4打席で2試合ぶりとなる27号ホームランを放ちました。1点差と勝ち越しを許した直後の7回裏、無視1塁から相手3番手マルティネスの2球目、内角に甘く入ったスライダーを強振、完璧なアーチを描いた打球はあっという間に右中間席に吸い込まれました。逆転の27号ツーランにドジャースファンは MVP コールで狂喜乱舞。打球速度約 180.2 キロ、飛距離約 132.0 メートルの一発となりました。初回の第1打席は左翼線への二塁打を放ち、テオスカー・ヘルナンデスの敵地二塁打で先制のホームを踏むと、5回の第3打席は中前打を放ちマルチ安打をマーク。1試合3安打は今季9度目となっています。月間 MVP の有力候補に上がった6月に続き、7月初戦となったこの日も快音は止まらず、2試合ぶりの一発でメジャー通算500打点を突破。チームは大谷選手の逆転弾後に救援陣が失点を重ね逆転を許したものの、9回2アウトからスミス、フリーマンの2者連続2塁打で同点に追いつくと、最後は4番のテオスカー・ヘルナンデスがサヨナラヒットを放ち試合を決めています。サヨナラ勝ちについて大谷選手はインタビューで、最後難しいシチュエーションだったと思う、フレディもテオも素晴らしかったと笑顔、また結果的にホームランになったがつなぐことだけを考えていた、いいバッティングだった、いい感覚が継続してきている、まだまだ後半戦もある、まずはこの感覚をしっかり大事にしたいと振り返っています。この日の活躍については、米中継局に出演していたおなじみのレジェンド OB デレク・ジーター氏、デビッド・オルティズ氏、アレックス・ロドリゲス氏らも興奮気味に感想を語り、大谷選手の本塁打量産に本音を爆発させています。レジェンドも絶賛する活躍ぶり、27号となる逆転ツーランホームランを放った大谷選手、米メディアも各局が大谷選手の大活躍を報じるなど、絶好調だった6月の活躍を7月にも継続させチームの勝利に貢献しています。こうした活躍に対し、ヤンキースなどで活躍したアレックス・ロドリゲス氏は次のように大谷選手へコメント、今日も素晴らしい打球だった、本当に正直言ってここまでドジャースで大活躍するとは思わなかった、移籍してすぐのシーズンというのは本当に難しいし、いくら同じシーズンに20以上の盗塁を決め40以上の本塁打を放ち100マイルを投げる選手でも求められる活躍をするのは難しい、それにフィールド外でも紳士的なんだ、ドジャースのチームメイトも彼についていいことを言うし、メディアやファンに対しても素晴らしい対応を見せる、今年の翔平を見るのは本当に楽しいよ、みんなわかってると思うけど彼のデビュー以来僕は大ファンだ、今シーズンをどのような形で終えるのか、ポストシーズンでどれだけホームランを打ってくれるのか、今から待ちきれないね。現役時代のロドリゲス氏はその当時レンジャーズとプロスポーツ史上最高額の契約を結んだことでも有名、現在は大谷選手が同じ立場になっていることからもそのプレッシャーがわかるのかもしれません。また同じく MLB を代表するレジェンド左腕ランディ・ジョンソン氏も米メディアに大谷選手の印象を問われると、なかなか伝わりづらいだろうが彼のやっていることは前代未聞なんだ、元祖ツーウェイプレイヤーのベーブ・ルースはレッドソックスでは投手で、ヤンキースにトレードされてから打者専門になった、しかし大谷は何年も中5日くらいで両方同時にやっている、今季は怪我の影響で打者に専念しているが、それでも本当に信じられない存在だ、野球では昔から自分が投げて自分で点を取れるのが理想だと言われている、もちろん現実的ではない、でも彼の場合は実際にやっているし今後もたくさん見せてくれるからね、しかし今の打撃だけでも彼がいかに異次元のポテンシャルなのかがわかるよね、メジャーの第一線で長きにわたって活躍し通算303勝を挙げた大ベテランも絶賛する大谷選手、さらに元レッドソックスで541本のホームランを放った
あのレジェンドは大谷選手の人柄を褒めたたえています。どんなに称賛してもしきれない。ドジャース不動の指名打者としてホームランを量産する大谷選手ですが、こうした活躍ぶりに元レッドソックスのデビッド・オルティス氏は自分自身の歩みを重ねながら次のように語っています。翔平は打者として幻のような存在だと思う。パワーがあって選球眼もある。そして何より全体的なバランスが素晴らしい。たとえ球種を読み違えて体勢を崩されてもそのままホームランにできるし、ヒットも狙える。打席での佇まいも素晴らしいね。それと最も重要なことは、これだけ打者として優秀なのに投手としても超一級品だということ。今は打者としてチームに貢献しているが、怪我の治り具合によっては投手としても勝ち星を挙げることができる。今から想像するだけでワクワクするね。また選手としての実力だけでなく人柄についても、彼は本当に謙虚なんだ。私は一日中翔平の話をして称賛し続けることができるが、毎回会うたびに人としての成長過程に驚かされる。数分間話すだけで誰もが彼の人柄に魅了されるよ。きっと翔平は自分が球界にとってどれだけ大きな存在か実感していないと思う。そこが野球以外に無頓着な彼らしいと言えるし、愛される理由なんだ。いつの日か復活してまた 2way を見せてくれることに期待したいと、終始笑顔で大谷選手にエールを送っています。ドジャースでは指名打者としてバッティングに専念する大谷選手ですが、オルティス氏が述べたように、再び二刀流として返り咲く日を他のレジェンドも待ち望んでいます。大谷のホームランと二刀流が見たい。さまざまなレジェンドから実力や人柄を称賛される大谷選手ですが、ヤンキース一筋、通算3465安打を放ったデレク・ジーター氏は、もはや彼を形容する言葉が見つからない。伝説の選手2人が合体して現れたようなものだ。先発投手なら心身の回復に充てられる時間が4日間あるが、彼は登板翌日に打者として出場している。まさに怪物だよ。先日私はジョークを言ったんだ。彼がある日いきなり左投げで復活しても驚かないってね。少なくとも私は全く驚かないよ。大谷ならなんとなくやってくれそうと思わせるからね。このように語っています。メジャーデビュー以来、投手と打者の二刀流や満票での MVP など歴史に残る活躍をしてきた大谷選手。往年のレジェンドたちの言葉を聞くと、進化はこれで終わりではないと感じますね。皆さんは名プレイヤーたちが語る大谷選手のエピソードについてどのように感じましたか？ぜひ感想のコメントをいただけると幸いです。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。